パリパラリンピック車いすラグビーの代表選手が清水町長を訪問し、大会への抱負を語りました。清水町役場を訪れたのは、沼津市出身で現在清水町在住の若山秀文選手です。車いすで激しくぶつかり合うこの競技で、若山選手は相手の攻撃を体を張って止める守備的なポジションを務めています。パラリンピックはロンドン大会で4位、リオ大会、東京大会と続けて銅メダルと輝かしい成績を上げています。関義弘町長から町民全員が応援して活躍を期待していますと激励されると、若山選手は開会式の次の日から競技がスタートしますので、日本チームの先陣を切って頑張りますと意気込みを話していました。2大会連続でその準決勝敗れてるっていうところはあるので、まずはその鬼門でもある準決勝をしっかり突破するっていうところを目指してやっていきたいと思ってます。パリパラリンピックは28日に開幕し、悲願の金メダルを狙う車いすラグビーは29日から始まります。